ネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちザ・ワールドスタンダードマンスタです。今日は私たちがね、4人体制になって初めて外のイベントというか、ワンマンライブ以外でイベントに出させていただくということで、なんか不思議な緊張感があったよね。ちょっと初心に帰ったね。もう少しで私たち7年目なんですけど7年目、8年目の気持ちで元気でピュアピュアで、楽しかったね。なのに鳥を務めさせていただいて、ね、本当に温かくて、はい、本当に楽しかったです。はい、そうですね。2022年、私たち7周年迎えてですね、まあ、今度ワンマンライブも石の上に猫も丸7年とい う、 こう忍耐力が試されるワンマンライブを行いますので、まあ、ここまでね、気づいてきたものもありますけど、私たちもね、新しい体制が始まって、まあ、ちょっと新規点というか、まあ、初心ですね、さっきも言ったんですけど、ちょっと時々と止まらず、一度もらず頑張っていけたらなっていうのが、まあ、今年頑張りたいことですね。そうですね、はい、ニャン年ですね。確かにそうですね、結構なんかぴったりだからね。なんか今年しか頑張れないね。2022年がもう勝負やりきろうと逃げて、23年だったらニャンミャーって言ってます。ニャンミャーなんで私たちの年です。頑張ります。頑張ります。スイーツなんかでもカフェ巡りが趣味じゃないですか、ね、大好きです。なんか流行りのさ、あれなんかスイーツとかあるんですか。迷うな。生しぼりモンブラン、細いやつ目の前で、いや終わったとかないから、終わったとか言うのやから、ずっとだから、いやでもあれは本当に美味しいんで、あれちょっと私も行きたい、私やっぱりあの固めのプリンはずっとブームだなって思うので、いっぱい食べたいです。プリンでもグミずっと好きですもん、ね。あ、私グミも入りました。スイーツ甘いから、私もグミたくさん共有していきましょう。以上、私たちザ・ワールドスタンダードマンスタでした。